紹介を頂戴いたしました総務大臣の新藤さんになります。今日はこの日経スマートシティシンポジウム、ただいま鈴木局長さんからのご挨拶にありましたように盛大に開催されたということであります。また佐藤副社長さんからも先ほどお話を聞かせていただきましたけれども、このスマートシティ ICT を活用して、まちづくりを進めていく、この問題にですね、早いうちから取り組んでいただいた日経新聞の先見の明といいますか、これまでのご努力に敬意を表したいと、このように思います。そして今日は私はですね、このアドバイザリーボードを務められております柏木先生にからのご加盟がございまして、命令に従っていただきましたわけであります。何よりも誰もがご存知の柏木先生は日本のエネルギーの第一人者でございます。そして私も実は総務省の中にですね、この地域の元気創造本部というのを作っております。その主要メンバーで、柏木先生からのご提案をもとに、私どもはこのすでにこの分散型エネルギーシステムを使ったまちづくりというもの、これ実証実験を始めているところであります。我々のやらなきゃいけないこと、それはそれぞれの地域を元気にすること。今日本はアベノミクスが構想して、マクロの経済指標は上向いています。でもこのそれぞれの地域にそれぞれのやり方で本当にこの成長の実感を得ていただかなければならないと。それにはどうしたらいいんだろうか。さらにもう少し中長期のお話をさせていただくならば、これからやってくるこの高齢化だけではありませんね。少子高齢化に加えた人口減少社会、そしてこの都市の問題と過疎の問題が同時並行で進んでいく、これはもう本当に、客観的に見ればすぐ分かる、聞けば分かることなんですけれども、今私たちの国に1700を超える自治体ありますけれども、実は人口5万人以下の地域が全体の7割です。3割の地域に8割の人たちが住んでいて、都市は過密集中して都市問題を起こし、過疎地はどんどん疲弊をしていく。そしてこれから2050年にかけて日本の中で2割の地域が自治体をもうこの構成できないまでに放っておけば人口減少をしていく。だからそういうトレンドの中で、我々はそれぞれの地域で過疎地であっても元気になる、都市部にあっても体を解決して、そして効率よく行政を運営できるようにする、これは地方自治の課題であるとともに国家的課題なんだと思います。でその時に解決はいろんなアイデアがあると思います。今日は村木さんは我々の出身市会社生活の中でも大変ご活躍いただいている方であります。いろんな取り組みがあります。でも詰まるところ、最後は今までとは違うやり方で、しかも革命的な効果をもたらすような、そういう仕組みをまちづくりに取り入れたら、例えば過疎地であったり山間地であるとか、それを逆に利用して、この自然エネルギーの方向であるこの中山間地を、そのエネルギーを使って自立できないか、これが柏木先生のアイデアであります。いろいろなことができると思います。この交通管理にしても、防災にしても、教育にしても、医療福祉にしても、あらゆることが ICT を絡ますことで、私は新しいこのそれぞれ の, この課題解決とともに、この恐ろしいというのも驚くというか、すごい効果をこのもたらすことができるんだろうと。それは日本の技術を持って、そしてまた技術 の, このネットワークを作ることによって可能になる、それがスマートシティだと私も思っておりますし、ぜひこのですね、出身の第三世でありますし、政府としてもここにご支援させていただきたい、またご一緒させていただきたい、このように思っております。今日は多数の方がおいでになられて、2日間になられてですね、本当に素晴らしい意義ある国民になったと思います。これはその皆さんはその中で中核的なご関係なされた方だと思います。我々がこのスマートシティを始めてして、 ICT を使ってどうやって国力を向上させていくか、そして社会問題を解決するか、これは私たちの国の未来がかかっていて、でしかもそれはこの国の中だけで終わらせていいわけではなくて、日本で成功したことは国際展開できるではないかと、世界中に貢献しようと、そして大きな経済を
私たちの国にも引き込んでくるし、世界の人々のためにも役立たせると、まあ、そういう壮大な夢があるわけであります。ぜひそれぞれの司さんのですね、ご活躍だと思いますが、そういった夢を持って、そしてやっぱり頑張って夢に取り組まなければ絶対道は開かないと思いますから、ぜひそういう志を持ってですね、またご活躍を賜りたいと思います。素晴らしいこのシンポジウムができましたことを重ねてお喜び申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。おめでとうございました。